ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。やばいよ、魔理沙。どうした、霊夢？久しぶりに体重測ったら1キロも増えてたんだけど。いや、そんな騒ぐことか？いやいや、重大な事件でしょ。女子にとっての1キロは、歴史の教科書に載るくらいの事件よ。いくらなんでも言い過ぎだろ。きっと1日3食も食べてるせいだ。断食よ、断食。あのな、1日3食取れるってありがたいことなんだぞ。体重増えるだけのどこがありがたいのよ。何もわかってないみたいだな、霊夢よ。ということで、今回のテーマは1日3食は江戸からについて話していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは日本のこれまでの食生活について軽く話しておくぞ。うん、よろしくね。現代では1日3食が当たり前だけど、実はこれが定着したのは江戸時代、元禄期1688から1704年以降のことなんだ。江戸中期に、様々な産業性が高まって、流通が盛んになるまでは、1日2食が普通だったんだぜ。そうだったのね。まず狩猟や採取の生活をしていた原始時代なんて、いつ食事をするかは決まっていなかったんだ。この時代は食べ物が手に入った時、あるいは空腹になった時に食べていたんだぜ。本能に身を任せていたのね。それもあるし、保存する方法がなかった時代だからな。この古代の日本では夜明け前に起きて仕事をして、気温が上がる10時くらいに家に戻る。そこで朝と昼を兼ねた食事をするのが習慣だったんだ。エアコンとかないし、そのスタイルが生活しやすかったのね。だな。そして時代は進み、奈良時代や平安時代、役人の勤務時間は早朝から昼頃までだったとされている。時間帯はあまり変わってないのね。うん。貴族階級は朝夕2回の食事をしていたんだが、宮中の下働きには昼に握り飯を支給していたと記録されているぞ。なお、民間でも激しい労働をする農民、漁民、大工職人などは腹が空くので、昼に間水という間食をすることがあったんだ。体力勝負みたいなところあるもんね。ちなみに宴会は午後2時から始まって日没まで。上流階級も同様だな。昼から酒を飲んでいたのか。まあそれが普通だったんだよ。鎌倉時代後期の後醍醐天皇は朝食を正午頃、夕食を夕方4時頃とっていた。そして暗くなると誰もが床についたという時代だ。偉くてもそうでなくても、活動時間は一緒なんだね。日本は特に夏が蒸し暑いから、涼しいうちに仕事を片付けるのは合理的だと言えるよな。就寝が遅くなりがちな現代よりも、日の出と日没を生活の目安にした古代から中世の暮らしの方が、人間の体のリズムには合っていたはずなんだぜ。本来の姿ってこういうスタイルなのかしら。だったら私もそのスタイルを貫いていくわ。多分難しいんじゃないか。それから鎌倉時代になると朝廷をはじめとする公家社会では、朝食を済ませた後午後2時頃に軽い昼食をとり、夕食は夜になってから取るようになったんだ。軽食が追加されたわね。しかし武士階級は戦場では別として、普段は1日2食で我慢をしていたが、激しい戦が続く時などは軽い軽食を持ち歩き、空腹になるとそれで満たしていたぞ。この時に重宝したのが、現在でもおなじみのおにぎりだな。私おにぎり好きよ。おにぎりに関してはうるさいよ。勝手にしてくれ。そのおにぎりは竹の皮や木の葉に包んで持ち歩いて、うるち米を使う現代風のおにぎりが登場するのが、鎌倉時代末期なんだぜ。その頃のおにぎりも食べてみたいな。安土桃山時代になるとなめしのおにぎりが主流になる。おかずとして梅干し、味噌、ごま、かつお節、干し魚などを戦場に持参したわけだ。グレードアップしたわね。それから江戸時代。もともと公家の世界では、朝食を昼くらいに、夕食を夕方の4時頃にとっていたぞ。庶民も、朝早くから起きて一仕事を終えた後に朝食をとり、仕事の合間に遅い昼食をとっていた。時間帯こそ違うが、身分の上下に関係なく、等しく2食だったとされているな。そこはさすがに同じ感じだったのね。そしてこの江戸時代に、今も語り継がれている大火事が起こる。大火事？何か関係あるの？終わりだ。1657年に江戸を襲った明暦の大火の後、町を復興するために、各地から大工や左官屋などの職人たちが集まってきたことで、職を取り巻く事情が変化したという説があるんだ。この大火事がきっかけになったのね。ちなみにこの明暦の大火というのは、江戸時代に起こった大火災のことだな。江戸城や町の大半が焼失し、死者は3万から10万人とされている。思っていた大火事より大火事だわ。肉体労働の彼らは、当然1日2食ではお腹が減ってもたないよな。とはいえ、食事のためにいちいち家に帰ってもいられないから、江戸のあちこちに屋台や飯屋ができるようになって、にわかに外食産業が栄えたりしたぞ。こんなことを言うのは不謹慎かもしれないけど、良いきっかけになったのね。
まあそうとも捉えられるな。また、復興のために働いていた職人に、正午過ぎにも食事を出すようになったのがきっかけだった、とも言われているんだ。どんどん工夫されていくね。その他にも、戦国時代に戦に明け暮れる武士たちが、体力をつけるために1日3回食事をとっていた生活習慣が庶民にも浸透したのが、江戸時代の中頃だったという説もある。そうなの？ただ、浸透まで200年以上というのは、少々かかりすぎな気もするという意見もちらほらあるぞ。いずれにしても、江戸中期以降、日本人の間で徐々に1日3食が当たり前になっていったんだよ。明暦の大火、テストに出そうね。しっかり覚えておけよ。もう一つの説として菜種油の普及というものがある。菜種油？今はスーパーとかにも売ってるよね。これが昔は電気代わりとして使われていたんだ。サラダ油が電気？どういうこと？いいか？まず物流が良くなったおかげで、照明用の菜種油も広く出回るようになり、起きている時間が長くなったというのも1日3食となった一因なんだ。それまで下層階級ではあんどんに魚油を使っていたが、これがまた強烈な匂いを放つんだ。部屋もすすけてしまうという代物だったわけだな。他にもごま油やクジラ油とかもあったんだけどな。ああ、明かりのために火を灯していたってことか。まあこの時代に生きていたら、考えつかないのも無理はないか。実はろうそくも存在したんだけど、この時代のろうそくは高価なもので庶民の生活にはほとんど使用されていないんだ。昔のろうそくはごく限られたところ、大棚、遊郭、大きな料理屋などでしか使えなかったんだぜ。今はケーキ屋さんでももらえるくらいなのに、貴重だったのね。かといって、菜種油を使いたくても、こちらは食用になるくらいに上質なもので、菜種油一升で米が2升買えると言われるほど値段が高かった。裕福な家は別として、庶民は日暮らしと共に寝てしまうのが賢明な選択だったわけだな。かなり健康的ね。確かにな。しかし菜種油を大量に生産できる技術が開発されて、菜種油は値段が下がることになる。これで庶民も菜種油を手に入れやすくなって、夜間の仕事や夜遊びなどもできるようになったんだ。これはみんな大喜びね。夜遅くまで活動できることになり、夕食の時間が後ろにずれて、朝食と夕食の間に昼食を食べるようになったと言われているぞ。なるほどね。菜種油、関係終わりだわ。こうして1日3食になったこと、および外食産業が発達したことで、江戸の人々にとっての食の楽しみは広がったんだ。つまり様々な店ができたことで、選択の幅が増えたんだな。いろんなものが選べると楽しいもんね。ここからさらに時代が進んで、文化元年1804以降、グルメランキングならぬ料理や番付が発行され始めるぞ。フランスでミシュランガイドみたいな感じだな。面白そうね。当時は娯楽も今より少ないだろうし。ミシュランガイドが発行される100年前以上のことで、店々が味を競うことで、さらに食文化が発達していったんだ。競争意識が芽生えたってとこかしら。そういうことだな。続いてこの頃の食習慣も解説しておこう。あ、意外と気になるかも。庶民の食事は3食とも一汁一菜、もしくは二菜と言われるように、ご飯に汁物と漬物の3点が基本で、時にはもう一品追加したりしていたそうだ。質素なのね。さらに江戸の庶民の食事の時間は、朝食7時、昼食12時、夕食19時とこれくらいの時間に大体食事をとっていたぞ。そして食事中にお茶や茶湯を飲む習慣はあまりなく、最後にいただくのが普通だったんだ。食事の時間は現代とあらかた一緒か。まあ3食ってなったらそうなるだろ。この頃に1日2、3度食事をする習慣が定着するけど、メニューは相変わらずの粗食で、庶民の食卓は基本的にご飯に味噌汁、漬物だけだったんだ。ってことは、毎日同じもの？基本的にはな。漬物にはたくあん、梅干し、ぬか味噌漬け、なすび漬け、らっきょうなどで、現代でも食しているものが多かったりした。少し裕福な家庭では、煮豆などの副菜がついたりしたぞ。一応バリエーションはあるのね。あるけど、さすがに今と比べると、な。奉公人を抱える町人でも、せいぜいご飯に味噌汁、漬物とおかずのいわし一皿といった一汁一菜だったんだ。庶民とあまり変わらないのね。ちなみに江戸の商家の丁稚、職人や商家などに年季奉公する幼少のものは、朝はご飯に味噌汁、漬物、昼はひじきに少しばかりの油揚げの煮付け、夜はご飯と漬物だったぞ。これは丁稚だけでなく、世代や番頭も同じだったんだ。今も昔も階級によって変わってくるものなのね。まあな。ちなみに丁稚は住み込みの奉公人で給金は出ない。寝食の保証が給金代わりだったそうだ。まあ生きていけるだけ、ありがたいことだよね。たまには良いこと言うじゃん、霊夢。そして武士の中でも下級武士の人々の食生活は、庶民の食事とほとんど変わらず、白米を中心とした食生活だったぞ。意外、武士は全員良いもの食べてると思ってた。
実は違ったんだよ。それに魚を口にするのは月に3回程度で、納豆や豆の煮物などをおかずとしていたんだ。当時の魚ってそんなに貴重だったとは。江戸時代後期の庶民の食生活はご飯、味噌汁、漬物に、おかずが1から2品つく程度にまで向上していたと考えられるぞ。さらに庶民は白米を中心とした生活を送っていて、なんと1日に4から5合の白米を食べることもあったとか。え、多くない？逆に今の時代が食べなさすぎなのかもな。まあ確かに、忙しいとか色々理由をつけて食べなかったりもあるもんね。しかもご飯は朝に一気に炊いていた。え、1日分ってこと？そう。朝食は温かいご飯、味噌汁、漬物が定番とされ、米は朝のうちにまとめて炊くのが一般的だったんだ。まとめて炊いたご飯を飯びつで保存して、昼食と夕食は冷や飯が食べられていたんだぜ。冷や飯。夕食は野菜やひじきの煮物などのおかずが添えられたそうだ。ちなみに夕食時、冷や飯をおかゆにすることもあったという。電子レンジとかないもんね。でもおかゆとかにするんだったらありかも。そして江戸庶民のおかずは、鍋で調理する煮物、茹で物、汁が中心だったんだ。また、裕福な家庭でも魚が食べられるのは2週間に1回程度だけど、マグロやイワシなどは手に入りやすくて、庶民から好まれたらしいぞ。まあその感覚は現代にも残ってるよね。さらに焼き魚が食卓に上がるのは、七輪が登場する江戸時代の後期以降と言われているんだ。七輪が普及し、夕食の支度のために火を使って煮炊きすることが一般的になったぞ。調理の仕方が増えたわね。こんな感じでこれからどんどん料理の種類が増えていくのね。そうだな。なんか面白いもんだよな。なんか感慨深いわね。これで1日3食は江戸からについての話は終わりだぜ。なんかこの話聞いてたら、ダイエットとかどうでもよくなってきた。そうだろ、1日3食、しかもいろんなものを選べるって贅沢だぞ。ほんとだよね。なんか先人たちに申し訳なくなってきた。食のありがたさが分かったみたいでよかったよ。ってことで今からビュッフェに行ってくる。いくらなんでも極端すぎるだろ。でもビュッフェだったら私も行きたいかも。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに来てね。